はい、皆さんごきげんよう、シリルです。今日はマレーシア知っとこう、初めてということなのでざっくりマレーシアを紹介したいと思います。マレーシアと聞いてどこにある国かピンとこない方が多いかもしれませんが、マレーシアはタイの南、シンガポールの北、そしてインドネシア諸島に囲まれるところにあります。マレーシアはマレー半島とボルネオ島にある東マレーシアと分かれています。地図で見るとサツマイモと犬の形をしています。マレーシアは赤道に近いので四季はなく常夏です。気温は地域によって変わりますが、日中は32度から34度ぐらい、夜は24度から26度ぐらいになります。一年中暑いので仕事じゃない限り短パンに T シャツということが多いんです。そしてノースリーブで外出する人もいます。服装の注意ですが、政府機関や就職羽の場所以外割と自由ですよ。でもさすがに露出が多すぎる服は裸はダメですよ。もしモスクやヒンドゥ寺院へ訪れましたら、 T シャツに膝を隠せるぐらいの丈があるスカートやズボンが無難だと思います。もちろん冬物はいりませんよ。マレーシアの特徴の一つとしては、多民族、多宗教、多文化、そして多言語ですね。人口約3140万人の中、2840万人がマレーシア人で、330万人が非マレーシア人となります。2840万人のうち 68.6% の1948万人がマレー人で、23.4% の664万人が中華人で、インド人がわずか 7% の199万人となります。残り 1% の29万人がその他の民族となります。しゃマレーシアで使われる言葉なんですが、国語がマレー語で公用語が英語となります。中華人は中国語、インド人はタミル語も話します。ではどの言語を話せばいいでしょうか。下手でも英語は大丈夫です。はい、マレーシアの紹介は今回ここまでとなります。マレーシアに興味を湧きましたか？住みたいと思いますか？遊びに来たいと思いますか？ぜひコメントを残してください。ではまたね。ユーピーだ、僕キュー。